はい、今ですね、いろいろと革ジャンを試着させてもらったんですけども、さっきちょっとカタログを見てたんですよ。はい。そしたら、値段的にちょっとお高いモデルがあったのがすごい気になったんですよ。そうしましたらですね、こちらにございます、ヘッドファクトリー。昨日、カズヤ本社工場で職人が、一人で着脱いで生産しているモデルになっております。オーダーメイド、クオリティの製品というので、展開しております。はい。はい、いいっすね、俺。やっぱり着ていただくと、その質感は感じていただけると思います。やっぱ革って、その、ジャケットによって一つ一つ表情違うっていうか、うん、なんかやっぱ、さっきその着させてもらったやつもそうですけど、うん、これもまた違うなんか魅力がありますね。気になることがまあいくつかあるんですけども、はい、やっぱ、結構いいお値段するじゃないですか。うんうん、体型とかって、人によって違うと思うんですけど、はい、まあ、俺の場合だったら、はい、横身で合わせると、はい、これ丈が合わないとか、うん、まあ、その逆もやっぱりあったりするんですよ、はい、そういう調整とかってしてもらったりするんですか？あ、そうですね、オーダーメイドをはじめ修理、カスタム、本社工場の方ですけど受け止まっておりますので、はい、お客様のご要望に合わせたお直しであったりとか作成というのが可能でございます。10年20年しっかり革質としては持つものなんですけども、どうしても体型の変化で、はい、例えば荷幅がもう少し欲しいだとか、はい、袖をもうちょっと短くしてた後からでも修理対応なども可能でございますので、バイクに乗る以上、うん、どうしてもちょっと転倒して、はい、この辺が破れたとか、うん、この辺の糸がちょっとほつれて、はい、来ちゃったとか、そういうのも後からでも対応してもらえるっていう、可能でございます。安心して買うことができますね、うん、そうですね。はい、今ですね、ヘッドファクトリー試着をですねさせてもらったんですけれども、これをですね作ってるのが上にあると。なのでですね、今回特別に工場見学をさせてもらうことになりました。なのでちょっとこれから行ってきます。はい、今ですね、工場見学終わったんですけども、いやー、なんか職人さんがね、もう目の前でなんかミシンとか裁断とかやってるの見ると、なんかね、言葉が出なかったですね。で、革ジャンってこうやって作っていくんだっていうのがね、ちょっとだけでも見れて感じれてよかったかなと思います。ヘッドファクトリーの角屋の魂と歴史をね、ちょっと感じた気がしました。で、今日ね、工場見学ともう一個店舗のね、見学もしたんですけれども、敷居が高いというか、俺みたいなやつは門前払いだみたいな、なんかそういうイメージは全くなくて、むしろガンガン来て本当に気軽に試着してほしいみたいな、そんな魅力をね感じたんで、それ良かったかなと思います。なんでこの動画を見てる人で、カドヤってやっぱちょっと入りづらいんだよね、なんか敷居高いんだよねと思ってる人はですね、気軽に行ってもらえたらと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのローゼの深夜でした。それでは。